こんにちは、キャロルです。今日は手作りマウスウォッシュを紹介します。先日視聴者さんから、マウスウォッシュは使うべきですか、安全な材料で作ることはできますかとご質問いただきました。患者さんからもよく聞かれるので、今日は手作りマウスウォッシュについて解説していきます。市販のマウスウォッシュには化学薬品が含まれているので、体への影響が気になりますよね。そこで飲み込んでも安全な材料で作るマウスウォッシュを紹介します。この動画を見ると、化学薬品を使わずにマウスウォッシュを作る方法がわかります。また、虫歯や歯周病の予防効果についてもわかるようになりますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。このチャンネルでは、歯医者さんではちょっと聞きづらいなということや、歯科恐怖症や歯医者さんが苦手な方の役に立つ方法について解説しています。不規則な投稿になりますので、まだの方はお見逃しのないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。まず最初に、市販のマウスウォッシュは常用しない方がいいというお話をします。市販のマウスウォッシュは化学薬品を含んでいるからです。口臭予防や虫歯予防のために数種類の化学薬品を含んでいるものもあります。これらの薬品は虫歯菌だけではなく、体に必要な善玉菌も一緒に殺してしまいます。じゃあマウスウォッシュは使う必要はないんじゃないのと思われるかもしれませんね。歯磨きだけで歯垢をきれいに落とせるのであれば、必ずしもマウスウォッシュを使う必要はありません。今日紹介するマウスウォッシュは、歯垢を浮かせて剥がれやすくし、お口の中を健康な pH バランスに戻す働きをしてくれます。このように市販のマウスウォッシュは善玉菌も一緒に殺してしまい、免疫力を下げてしまう可能性があります。次に、お口の中を中和することが大事というお話をします。お口の中が酸性に傾くと虫歯になりやすくなってしまうからです。食後3分程度でお口の中は酸性に傾きます。ですから、この状態で歯磨きをしないで放置すると虫歯になりやすくなってしまいます。これに対し、歯周病の予防にはプラークをとにかく溜めないということが大事です。手作りマウスウォッシュそのものには歯周病菌の殺菌効果はありません。マウスウォッシュで歯の表面のプラークを浮かせ剥がしやすくし、歯垢や歯石を溜めないようにすることが歯周病の予防になります。こんな話をすると、あれ、口腔内が酸性に傾いているときは歯磨きをしない方がいいんじゃなかったっけと思われるかもしれません。それに気づいたあなたは鋭いですね。その通りです。なので、食後にこれから紹介するマウスウォッシュでブクブクうがいをして中性に戻してから歯磨きをするようにしましょう。このように、お口の中をできるだけ中性に保つことが大切です。そうは言っても、市販のマウスウォッシュで化学薬品を使ってないものを探すのは大変ですよね。自然な材料だけで作られているものは高価だったりもします。それなら本当に簡単なので、作っちゃった方が早いし、環境にも優しいです。では、今から自然な材料だけで簡単に作れるマウスウォッシュの作り方を紹介します。まず最初に用意するものなんですけれども、ガラス瓶ですね。それから蒸留水を 500ml。そして前回手作り歯磨き粉でも登場しましたけれども、重曹ですね。食用の重曹を用意するようにしてください。まず最初にお水を入れます。500ml ですね。そしてこれに重曹を小さじ1杯入れます。きっちり測らなくてもいいと思うので、こういうティースプーンですり切れ1杯ぐらいでいいかなと思います。これだけでもいいんですけれども、清涼感を与えたいときは、前回登場した八華油をちょっと入れます。5滴ぐらい。そして蓋をして、よいしょ、振ってよく混ぜます。手作りマウスウォッシュの完成です。いかがでしたか？これが基本の作り方です。重曹はアルカリ性なので、酸性に傾いたお口の中を中性に戻してくれます。また歯の表面についた歯垢を剥がれやすくし、消臭効果もあります。ここで注意点が2つあります。ブクブクうがいをした後のマウスウォッシュは飲み込まずに吐き出してください。
剥がれ落ちた細菌を飲み込んでしまったり、ナトリウムの過剰摂取になってしまうからです。それからティーツリーオイルやクローブなど殺菌効果のあるハーブもあるんですけれども、強すぎるので常用はしない方がいいです。口内炎や歯茎の炎症があるときに一時的に使うようにしてください。注意点の2つ目ですが、マウスウォッシュに使うお水は水道水を使わないようにしてください。水道水には残留塩素が含まれているからです。塩素は発がん性物質で、皮膚からの吸収も早いです。約10秒で吸収すると言われています。お口の中の粘膜からの吸収はもっと早いはずです。以前、ウォーターフィルターを取り付けに来てくれた業者さんが見せてくれたんですけれども、水道水をまず紙コップに入れて、そこに特殊な薬剤を入れて、塩素をピンク色に染めるんですね。そうすると、まず最初にこういう感じで薄いピンク色に染まります、塩素が。で、そこに指をこんな感じでつけると、10秒足らずで白く透明にまた戻ってしまいます。これって怖いですよね。10秒でこの最初のピンク色だった液体が全部皮膚から吸収されてなくなってしまったっていうことなんですよね。ちなみにうちで使っているウォーターフィルターはこういう感じですね。シンクの下に取り付けられています。2つフィルターのボトルがあります。で、蛇口も2つ分かれていて、こっち側がフィルターを通して出てくる蒸留水になります。残留塩素の除去は沸騰させることでもできます。面倒でなければ一度沸騰させて冷ましたお水を使ってもいいと思います。クエン酸を入れる方法もあるんですけれども、クエン酸が重曹と反応して効果が落ちてしまう可能性があるので、クエン酸は使わないようにしてください。ただ裏を返すと、マウスウォッシュを作るのに使ったお水は残留塩素を除去してあるものなので長持ちしません。ですので、作り置きをせずに毎日新しく作り直すことをお勧めします。マウスウォッシュの使い方なんですけれども、食後歯磨きをする前にお口に含んで30秒くらいブクブクうがいをしてください。そしてその後、通常の歯磨きをしてください。歯磨き粉も手作りしたいよという方は、こちらの動画を参考にしてください。後ほど概要欄にリンクを貼っておきます。最後におまけですが、ダラダラ食いは危険というお話をします。実は唾液にもお口の中を中性に戻す働きがあります。時間を決めないで、なんとなくいつも食べていると、お口の中が常に酸性状態になり、悪玉菌が繁殖しやすくなってしまいます。悪玉菌が繁殖すると虫歯になりやすくなります。ですので、時間を決めて食べるようにし、食べたら磨く習慣をつけましょう。今日は手作りマウスウォッシュの作り方と、虫歯や歯周病の予防効果について解説しました。アルカリ性の重曹が酸性に傾いたお口の中を中性に戻してくれ、それにより虫歯になりにくくするというお話をしました。安全な材料でできたマウスウォッシュを使ってみたい方や、気になっている方は簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。チャンネルでは動画の内容に関する質問や、動画にしてほしい内容を募集しています。また使ってみた感想もコメントで教えていただけたら嬉しいです。高評価とチャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。See you soon!